どこ食べに行く？なんか海行こうか、天気いいし。ああ、ちょっと今日面白い乗り物乗ってんだけどね、これはまた今度紹介しようね。そうだね。さあ着きましたよ。ここの辺りがねサンセットビーチなんですけど、なんかねこの白いおしゃれなこのな座り物椅子かチェアがたくさんあって、ここがなんかフードとかお酒とか提供してるみたいで、ちょっとそこ行こうと思います。Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. あー、美味しかったね。美味しかったね。うん、ここ音楽も気持ちよくて最高だわ。なんか波の音とさ、音楽とさ、うん、気持ちいい小学生の声と、そう、小学生のね男の子と女の子がちょっと揉めてたんですよ。そうそう、つい聞き耳を立ててしまう。ここでいいね。なんで俺たちここもっと早く来なかったんだろうね。なんかね、雰囲気がね、ちょっとパリピなんだよ、うん、ああ、なんか陽キャ御用私みたいな感じだったからね。ちょっとね、怖くて来れなかった。来たら最高だね。なんかね、うん、チルいね。すごくチルい。音楽がまずめちゃくちゃ良くて、うん、で食べ物と飲み物は、まあまあ 言ってみれば普通というか、うん、ピザも多分釜で焼いてとかそういう系ではないんだけど、うん、まあ、絶対に外れはない。そうだね、うん、シンプルに。ロケーション考えたらもう最高よ。最高、これはいいお店、うん、本当に来た方がいいと思う。でもあんまりまた人が来たら俺たちが来にくくなっちゃうからあれだなそうやね、おすすめを紹介するのもまた難しいね。うん、紹介しようか悩むお店ってたまにあるじゃん。あるね。それだね。それだね気持ちいい。サンセットビーチ横です。はい、これさ、あそこにあのタワービーチホテルだっけ、あザ・ビーチタワーだっけ、なんかあるじゃん。うん、そのホテルに泊まりがてらいいかもしれないね。よくあそこ修学旅行生泊まってるよね。ほんとよ、どんないい小学校があのホテル泊まれるの。小学校あ、中学校か。いや、高校だね。高校か5階のベランダと4階のベランダから女子と男子が、あ、いえいえ、お前たちの部屋どんなみたいな、なんかやってる。やってるね。青春だな。青春。急だね、これ傾斜が、ね、めっちゃ急。その先にはビーチがね。砂で滑る頑張ろう。ねえ、待って、この靴でさ、砂浜降りたら私地獄じゃない？やばいね。一日中砂野郎になっちゃう。砂野郎一日中砂野郎に、じゃあ今から改名すればいい？お、行くのか。あ、すげえ、すげえわ、あの人ブスだよね。ブス。ねえ、今日のセットアップさ、うん、この間軌道で買ったやつめっちゃいいな、似合ってる。いい感じ。これはね、あの細身じゃないと似合わんからいいと思う。これは貧乳でよかった。ああ、そうだね、自分の長所生かしたじゃん。長所になったよ。おー、ね、
お、今日はスニーカー可愛いの履いてますね。うん、エアマックスエッセンシャルダメージケア。ここの砂浜あの砂がね、目が荒くて、うん、まだちっちゃい貝がいっぱいあるわけ、うん、シャラシャラシャラって音が鳴っていいの。危ない。なんかイケてる人やっぱたくさん来るね、うん、外国人が多いかな。まあそうだね、うん、ここはもともと多いしね、うん、アメリカ人とか、うん、いい日だ今日なんでこんなにさ勝ち組なのか勝因わかる？何？ちゃんと早い段階で YouTube の撮影終わらして、あ、もちろん早起きしてね、うん、で早いうちに編集終わったからそれが勝因だわ。なるほど、うん、そうだよ。あのね、うん、犬が来てからちょっと早起きになったのよ。あ、そうだね、うん、私今日も8時半に起きたわ。めっちゃ早起き、うん、すごいじゃん。 PTA やってるみたい。え、どういう意味？意味わからん俺しかも8時半に起きる PTA ってまあまあ遅いで。そっか、全国のお母さんもっと早く起きてるか5時とかよ、5時。失礼いたしました。本当に、うん、そういうことよ。早く仕事終わったらいいことあるんだってことだね。また仕事してるよこれ。本当だうちらよくさ、うん、休日の過ごし方とかやるんだけどさ、うん、休日って撮ってる段階でその撮影が仕事じゃんそうだな、うん、結局仕事してますっていうね。でも楽しいんだよ、こうやって見てくれる人いっぱいいるからさ。そうね、うん、まあ、それでのおかげでやってられるかな。そうだね、うん、ありがとう。ありがとう急な感謝の意なんかもうちょっとテーマを絞って話しましょうよ。テーマ、はい、テーマはじゃあ青空についての苦い思い出何それあるの？あるね。初めて熱中症になった日キャンプ場でね、友達のね、水木ってやつと一緒にね、あの男ね、そいつも今映像やってるんだけど、水木と一緒に寝てたのよ、木陰でね。木陰で寝てる気持ちなのよ。でも時間経つとだんだん影の位置ってずれていくでしょ。そうだね、気がついたら炎天下にさらされてさ、カンカン照りのよ、うん、パッて目開けて青い空見た瞬間全部ピンク。やばいやつやんそれっていうこと。どうかな。なるほど、まあ、うん、そうだね。値段つけるならいくら？値段88円。88円、うん、そうでしょ。680円イメージしてたんだけど、まあまあ安いないや、私もじゃあ熱中症の思い出になっちゃう。ダメだよ、同じテーマはもう。青空じゃなくなったのすでに。ああ、気持ちいいね。気持ちいいね。うん。ねえ、ちゃんま？すんごいいい女。めっちゃタイプ。あなたが育てたんですよ、あなた好み。あ、そうだね。いや、今ね、自覚あったわ。気持ち悪かった、今。まあ、そうだね。幸せだよ。たまには動画でのろけてみるのもいいんじゃないでしょうかね。